BMWG650GS でございます。F650GS の後継者、単発のですね。はい。単発の後継者となります。F650 がですね、いつの間にかF650GS、カッコ800みたいな、スラッシュ800みたいな、2気筒エンジンになりましてね。ただ、F65 っていうのが、やっぱりエントリーモデルみたいな、位置づけだったんですかね。それの後継者として、まあ、800cc なんだけど、F650 っていうネーミングをそのまま継いだみたいなんですが、まあ、よくあるパターンなんですけど、違うバイクになっちゃってるんで、いやー、それじゃないんだよな。単発の、この650がいいんだよねっていうことで、なのかどうかはわかりませんが、はい。平成18年ぐらいまで作ったんですかね、前のやつってね。で、そっからずっとしばらく空いて24年ぐらいだったと思います。この G650GS っていうのが、突如ね、はい。まあ、復活みたいな感じですよね。でも、いろいろ変わってるんですよ。まあ、見た目も変わってますし、あとエンジンの横のカバーの作りとかも、良くなってるし、前のは整備性悪かったので、はい、そういう部分とかね。あとですね、まあ、それなりにね、いろいろ変わってます。はい。で、まあ、そういう中でですね、兄弟車がありまして、これの兄弟車としてあるのが、ハスクバーナー。当時、ハスクバーナーは、今は KTM の傘下にある、ブランドをね、KTM がブランド買ってるんですけど、ハスクバーナーモーターサイクルの。確かそうですね、KTM のものになってますけど、その前は BMW だったのかな。はい。で、BMW だったから、まあ、これをベースに、ハスクバーナがありまして、それが TR650 っていう、これの兄弟車がストラーダになりますかね。はい。TR650、ストラーダ。で、これのフロントが21インチのセルタオっていうモデルがありますけど、それの兄弟車が、テラ。TR650 テラっていうモデルですかね。はい。で、ホイールとか一緒なんですよ。そう、ホイール一緒。21インチの方はスポークホイールですけど、こっちはキャストホイールでね。はい、そういう部分も一緒。エンジン、まあ、フレームだとかエンジンとは違うんですけど、基本的な、フレームとエンジン違ったら、全く違うバイクじゃねえかって思うんですけど、一応兄弟車になりますね。はい、エンジンはフルチューンなんで、TR650 のがね。で、こっちの方は、仮替えのチューンなんかしたらしょうがないんで、どちらかというと、淡々とね、長い距離を走る。なんか乗ってると、とても幸せな気分になるみたいな、そういうエンジン、優しいエンジン、ね、包み込まれるような、でいいですから。そんな感じで大丈夫ですかね。うん、まあ、乗って飽きないとかね、長い距離乗っても飽きない、そういうエンジンになっているかなと思います。まあ、TR650 の方は、まあ、ね、10馬力以上確か高いんじゃないかな。テスタヘッドでね、テスタロッサーなんですよ。あ、テスタヘッドって変ですね。テスタは頭だからね、頭になっちゃったね。テスタロッサーなんですよ。ハスクバーナ、テスタロッサーがね、赤い頭ですごいね、はい。テスタロッサーっていうとね、フェラーリのね、あれを思い浮かべますけどね。はい、で、これね、ステム、ね、ガタ、大丈夫ですね。はい、スムーズ、大丈夫ですね、はい。ベアリング何の問題もございません。はい、そして、ホイールベアリングも大丈夫ですね。はい、で、ブレーキディスクを一回変えてるんですよね。はい、歪みが出ちゃったね。はい、熱とかで、まあ、歪みは出るみたいですけど、ブレーキングとかね。まあ、いろんな、あれが絡んで、ディスクが、ま、歪むと。で、それを防ぐために、まあ、フローティングタイプのとかね、あったりするみたいですけどね。はい。で、これ、ブレンボ純正なんで、まあ、そんなに高くはないんですけど、ブレンボ純正でそんなに高くはないっていいですよね、表現がね。はい。ただ、社外で、まあ、社外というか、中華製でいっぱいあるみたいですね。どうですかね。中華製だとフローティングタイプもある。だからもしね、次、もし変えるって言えば、中華製のフローティングタイプでもいいのかなっていう感じもしますけどね。車両の価値としてはね、下がりますけど。それね、安い部品使ってきたらね。ね、わかりませんが。はい。で、BMW のこのアクセルカラーって面白くて、先端がちょっと出っ張ってるんですよ。だから抜けないの。オイルシールから抜けない構造になってるんですよ。グイグイってやらないとね、抜けない構造になってるの。それが面白いですね。はい、よし、そしたら戻します。で、アクセルこんな短いの。すごい短いですよね。ね。これがF65 の、あ、G65 ね。G65。はい。うん。まあ、これはね、まあ、名車ですね。しかも今やっぱりね、値段高くなっちゃってますね。はい。ただ、出てくるのがみんな距離多いのやつで、まあ、やっぱり4万とかね、走ってるのが、まあ、多いんですけど。まあ、これも、こちらもね、もう2万、2万1000キロ乗られますから、まあ、もっとの、多分4万から5万は乗るんじゃないですか。で、最後、まあ、そしたら、もうそろそろ変えようかなっていう、やめよう、
もうそろそろやめようかなっていうことになるのかなと思うんですけど、まあでも乗って良ければもういつまでも乗り続けるっていうね、そういうあれもあるかもしれないですよね。でね、これね、ディスクのあれがあって、ちょっと、なんでこんな当たるの？こうだよね。ね、はい。これちょっとね、やりづらい、ね。変わってる作りですよね。よね。いい感じになるんだ。はい。で、これアンダーガードついてないですね。アンダーガードね。なんかうちに今、SW モテックだったかな？スラテックどっちだっけな？なんかアンダーガードなんですけど、どうすかね？新品、うん、あるんですよ。なんかもしかしたらね、つけたいかなと思って買ってあるんですけど、ね。いや、もちろんこれつかなくてもいいんですけど、うん。これに、ま、そしたらま、他の車両。って言ってもま、これつけられるのもこれか F6 だけですから。まあ、あれなんですけど。そうだね。一応ありますって話をしてます。はい。ね。そう。アルミ製のアンダーガードね。はい、かっこいいですよね。うん、かっこいい。そう。で、下回りね、守ってくれるし。はい。で、これつけたまま、このエンジン、なんていうのこのガード。これつけたままつけられますね。ちょっと合わせてみたけど、あ、これつくわ、と思って。はい、ね。どこだったかな、このガードどっちだっけ、あれ SW モテックだったかな、ツラテックだったかな、 SW モテックだったかな、うん、まあまあ、それちょっと、しまって、2階に置いてあるんで。ね。はい、アンダーガード。こうつきます。こう。ね、こういうふうに。はい、ただ、オイル交換するたびに外さないから、こっちに高くなっちゃうね。買って、お金払って買ってつけてるのに、さらに高く、なんかやるときも高くなるっていうね。とんでもないですね。でもそういうのを、やっぱりね。これも、これは後付けですよね。ここ、なんかね、つけた記憶あります。はい。そして、ブレーキはですね、これ一回もうブレーキパート変えてるんですけど、これ SBS のね、ね。はい。ね。そして、これ、サポートね。はい。サポート、すぐ綺麗になります、やっぱり。グリス塗ってますからね。で、ここはね、綺麗に、新しいやつ、グリス入れて、ね。で、これね、パッドスプリング。これも大丈夫ですね。はい。当たってる場所はどうしてもこうね、少しテカテカになってますけど、ね、削れない。で、パッドピンもそうですね。サビ、うんのは問題ね。あとはついてますけど、やっぱりね。大丈夫ね。はい。グリスのとくといいですね、やっぱりね。はい。という感じで戻して、フロント周りは、まあ、終了。たまに掃除した方がいいかもしれない。ちょっと気持ちなんとなく、検査で出てきちゃうと嫌ですよね。はい。天才出てくると嫌なんで、ね。たまにこう拭いて、綺麗にね、してあげるね。はい。がいいのかなと、はい、思いますが。はい。で、クーラントはこれ、今回変えなくていいでしょ？まだ変えなくていいね。で、エンジンオイルは変える。フィルターはこの間変えたから変えない。で、あとプラグはね、外して、まあ見る都合上、まあ交換という感じでね、やります。はい。というところで、でバッテリーはこの下ね、ここに入ってるのかな？はい。MF バッテリーじゃないんだよね、確かに、これね。だから、液量減ってると思うんで、液入れなきゃダメですね。はい。それでヘッドライトバルブは変えました。このスフィアライトのね、二輪用の外観どう見ても一緒なんだけど、外観、安く売ってるのと一緒なんですけど、二輪用の G、20G まで対応っていう衝撃ね。それに変えてあります。どうですかね。うん。いいんじゃないかと思いたいですけど。はい。という感じで、点検。あと、排ガスは見なきゃいけないですね。っていうような。内容で。はい。まあ、今日中には終わるかなと思いますね。はい。で、あと、レーシング S の150っていうのがありましてね。これをちょっとお預かりしました。はい。青いやつ。ね。在庫車でまだなんかどっかあったらしいですよ。はい。で、とりあえず、まあ、とりあえずなんですけど、何でしたっけ。ETC のアンテナの位置を変える。ね。あと、サイドリフレクターを変える。シグナス X 用のがあるんですけど、それが合うんですよ。で、LED のあれが入ってるんで、まあ、それ配線、あと、リレート交換とね。まあ、そういった内容でやらせていただく感じになります。はい。ね。オイルシール持ってないですか？ね。オイル、久々、ずっと置いてて走り出したからかな？大丈夫か？ね。うん。拭いて、最初だけちょっとついたりしますけどね。で拭いて問題なければ大丈夫ですね。はい。それでもつくようだったらもう抜けてるから、修理、クレーム修理した方がいいですね。はい。
そう。車両自体は古いからね。ちょっとね。ちょっと古いんで。うちに置いてあるレーシングゲスもそうなの。125だけどね。これは大丈夫かな。どうなんですかね。わかんないですけど、ね、という感じで、はい、今日の作業でございます。